2つ聞きたいことがあります。1つ目、批判的な声との向き合い方について。政治活動をされているとさまざまな批判を受けると思います。その批判を受け流したり、うまく付き合っていくために心がけていることはありますか。2つ目、男性育休について。建前では男性も育休を取りましょう、本音では育休を取ったら現場の人手が足りないと育休を取った人が責められる現状がまだまだあると感じています。男性育休に対して考えを聞かせてください。はい、令和新選組代表選挙やってます。悲観的な考えと育休、男性の育休について。では1番目候補お願いします。ありがとうございます。少子化が問題なんでしょ。育休取っても文句言われるような話、世界じゃダメなんですよね。やっぱりそこに関しては当然理解がある。そこに対してみんなが当然だよねって思えるような社会を作っていかなきゃいけない。それを主導できるのは政治だけだというふうに思ってます。そしてもう一つ、批判に対してどう向き合うかってことです。批判には2種類あると思います。何か打開策を見つけるため、お互いの、言い分を認め合う、そしてその中から打開策を見つけていくっていうための批判、そしてもう一つはただの誹謗中傷。誹謗中傷に関しては事実上私はそういうのを受けたときに、逆に言ったらその人がイライラしているものだったりとか行き詰まっている部分を解消させるために存在したんだなっていうふうに私自身は感じるようにしてます。でもう一つ、その批判を受けて私自身が変わっていかなければならない部分だったり、自分自身でなんとかそこに対応できる部分だったら逆にありがたい提案だな。逆に言えば山本太郎が令和がさらに大きくなっていくためには非常に必要な助言であったというふうに受け止めています。令和新選組の代表選挙を行っております。それでは次の候補お願いいたします。はい、批判を多く受ける大石明子あれあちょっとあ言いますね大石明子議員とタッグを組んで、もう本当に当事者で裁判までねされてしまってますけれども、真意があることが我々には必要だし、そしてその真をしっかり説明していけば誹謗中傷的な批判というのはおのずと私は下がってくると信じてます。じゃないですか大石さん。いきなりディスられてびっくりしたっていう。いやディスってごめんなさい、リアクションできなくてっていう。ごめんなさい。そうですね。じゃあその後ちょっと数秒喋ってください。なので政治家が批判を受けたときはいかに自分が信じてることを丁寧に話していくか、あるいはきちんと自分の信じてることを相手に示せるかっていう、逆にこう問われてるっていうことを、私自身は受け止めて話をしていくように心がけてます。そして育休に対してですけども法律で男性の育休は義務化するっていうことを私はやりたいと思います。本当に男性が育休を取れることで子どもたち今本当にもう親との時間がなく、そして家庭も壊れていく、虐待も増えていくっていうことをなくすっていうことにとっても、そしてお父さんにとっても子育ての時間っていうのは人生に必要だと思います。ぜひ育休、男性パパ育休義務化していきましょう。じゃあお願いします。いっぱい批判を受けている大石です。訴えられたりもしています。そうですね、批判を受けるだけの理由もあるんでしょうし、そので説得力があったら納得してくれるかもしれないし、それがなってないんだろうなって思うところもあるし、でもある意味でこの社会の主流でまかり通ってるその理屈と違うところを譲らず言ってるからやられてるところもあると思いますので、そこは難しいところですが、自分が納得してもらえるようなものを磨いていきたいと思っています。